はい、こんにちは、としぼうです。今日はですね、あーっとね、まあまあ、いろいろね、ニュースはあるんですよ。なんですっけ、あの、パナソニックトライカが、協業を拡大したりだとか、あと、富士フィルムがね、XH2S ですか、H シリーズの最新ね、超高速ですよ、ね、40コマ、秒間40コマの連射ができるやつをね、出したりですとか、 あとは今日もね、えっ、ー、とソニーの方がね、えぇ、ー、11mm の単焦点だとか、APS-C 用ですけどね、えぇ、ー10、10mm、20mmF 用のね、えー、パワーズームとかね、APS-C 用のやつをね、出したりだとか、あとね、シグマもね、フルサイズ用のレンズで16ミリ、16mm 28、28mm、F2.8 ですかね、なんかすごいコンパクトなやつをね、出したりとかね、すごいいろいろニュースはあるんですけども、今日はこちら、じゃじゃん iPhone ケースです <laughs> iPhone ケースこれねなんかドリキンさんがねすごくねあのマグネットが強力だって言ってたんで注文してみましたえー、まあこれをね開封してまあちょっとねくっつけて、えー、試してみるだけの動画になると思いますけどもまあちょっとねそういったことをやってみたいと思いますそれじゃ <music> はい。それじゃあね、まあ、とりあえずね、もう早速開けていきましょう。じゃじゃーん。じゃーん。でででででででーん。なんて、なんていうやつだ、これ。し、シンジモール。シンジモール <laughs> とかいうところの、M、なんて読むんだ、エアークロかなえー、とかいうのを、えー、買ってみました。 えどんな感じかっていうと、純正のクリアケースとね、大した変わんないかな。ちょっと純正のクリアケースも持ってますんで持ってきますね。はい。純正のクリアケースはこちらで、シンジモルがこちらですね。ほとんど見分けはつかないかな。これどっちがどっちだかわかんなくなりそうな。この中銀色の縁取りみたいな中心のね、線が入ってるのがシンジモルの方ですね、え。ー あと、ここが繋がってますね。まあ、こういった違いがあります。ほとんど、えー、割といい感じなんじゃないでしょうか。素材感的にもね。あ、素材感ちょっと柔らかいですね。純正よりも。じゃあ、これをね、早速ね、付けてみたいと思います。今、つけてるのは、こちら。そうそう、このね、なんでそのマグネットが強いやつが欲しいかっていうと、このね、えー、モフトっていうカードケースを使ってるんですけども、これがね、 こうやってね、えー、グリップ代わりにもなるんですけども、これがね、結構ね、外れちゃうんですよね、こう <laughs> か。ちょっとした表紙にね、こう、簡単に外れちゃうんで、あのー、あんまりね、信頼して持てないんですよ、これが。なんで、こちらのシンジモル。シンジモルだってのかなシンジモル買ってみました。えー、まずね、これがどれぐらい、 離れやすいかといいうともううもすすごい軽い力でで離れちゃうんですよこのねモフと便利ですけどねカードが3枚入るしこうやってねスタンドにもなるし、えー、こっち向きのスタンドにもなるしということでねでグリップになるしということでいいんですけどもこれグリップとして使うにはねやっぱ怖いんで、えー、ちょっと付け替えてみたいと思います。 純正ケースは結構ね、高、高かったんですけどね。はい。実はゴールドです。で、シンジモールをつけてみます。じゃじゃーん。はい、こんな感じです。これゴールド、ゴールドがね、分かっていいんじゃないでしょうかね。まあ、僕はね、なんでこの純正のね、えー、クリアケースやめたかっていうとね、これすごいね、滑るんですよ。それで、一回落としてね、画面、 こね、なんか、画面にね、線が入るようになってね、修理出して <laughs>、あの、大損害を食らったんで <laughs>、これはね、怖くて使われなかったんですけど、こっちの方がね、シンジモルの方が、ちょっとグリップはいい感じですね。まあ、あのー、シリコンほどじゃないですけども、そんなに滑る感じはしないです。で、えー、モフトつけてみます。どうでしょうかね。ちょっと行きますよ。じゃ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 。 あ、あ、強いかも。あ、うーん。違うけど、めちゃくちゃ、<laughs> 微妙だな <laughs>。まあ、あの、純正よりは、強いかな。純正と変わんないかな。そんなね、えへ、ー めちゃくちゃ期待するほどではなかったかなうん。まあ、強いことは強いけどなちょっと純正のクリアケースとも比べてみましょうか。ちなみにね、iPhone は13 Pro です。クリアケースです。これに、えー、モフトをつけてみます。 ああ、まあ、こう、この方向でね、ああ、確かに、ちょっと、えー、シンジモルの方が強いですね。あち、これはね、あんまり良くないな、やっぱ。ああ。うん、<laughs> わずかに、シンジモルの方が強い感じがします。ああ、まあ、確かにね。 あーこんあーこの、うん。もう一回、純正ケース。うん。これ確かに弱いな。でもう一回シジモール行ってみましょう。<laughs> もう一回信じ盛ルあ、まあ確かにね。ああ。 二割増しぐらいで強いですね。確かに強いあ。でもまあちょっとこうやって、まあ大丈夫か。こうやって写真撮ったりするのに、結構ね、こういう持ち方は怖かったんですけども、まあなんとかいけるかな。うん、という感じですね。他にレビューするとこないかな。あまあボタンの押し具合なんかはね、意外と。 純正と遜色ないような感じで押せる感じです。で、きちんとね、この、えー、ミュートのホールも空いてますし、うん、いいんじゃないでしょうかで。純正よりね、やっぱ滑りにくいです。純正のクリアケースよりは。なんでね、えー、滑り落とすことは、えー、ないかなと思いますあ。確かにね、マグネットは、ねまあ、2割、2、3割ぐらい、うん 強いけどめちゃ期待してたほどめちゃくちゃ強いってわけではないですはいという感じでしたまあ今日はねただこの iPhone ケースをね、えー、開封して、えー、使ってみたっていう感じですまあこれ1500円ぐらいなんであのー、純正クリアケース買うならこっちを買った方がいいかなという印象ですあ一つね面白いこと発見しましたこれ四隅にねこっちかここ こことかにね、足がついて、ちょっと出っ張ってるんですよ。これ、まあ多分こうやってね、置いた時にカタカタしないようにとか、そういう、えー、配慮というか、だと思うんですけども、これなんかでも、ポケットの出し入れするときとか引っかかりそうで、どうなんだろうな、これ。はい。またこれもね、えー、使ってみて、えー、感想が変わるかなと思いますけども、こ見えますかねこう ポチってね、飛び出てるんですよね。ここ見えるかなえー、これがね、ちょっと引っかかるのがどうか、引っかかったりしたらちょっと痛いのかなまあ大丈夫か。まあポケット入れるときにどうかなっていうところです。はい。という感じで今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録、チャンネル登録、いいね評価、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。